動画配信サービス FOD と中国の動画共有サイトヨークの共同制作ドラマ、シンデレラはオンライン中で、中村里穂と共に連続ドラマ初主演を果たした俳優の瀬戸俊樹。映画やドラマで出演経験は豊富な瀬戸が満を持して臨んだ主演作品。どんな思いを胸に撮影に臨んだのだろうか。余裕さや包容力を意識、瀬戸がシンデレラはオンライン中で演じるのは、容姿端麗で頭脳明晰、スポーツ抜群でゲーム会社を起業するなどパーフェクトな人物だが、恋愛経験がない大学生、小野田朝日。ゲームはプロ級の腕前でオンラインゲーム、天サトシでは、レオンというキャラクターを駆使。ランキング1位を誇り、中村演じるビビとはゲーム中に出会い恋に発展する。朝日という役について瀬戸は余裕さというか、何があっても動揺しない包容力みたいなところは意識しました。あとは朝日が発する言葉のチョイスが素敵だなと思ったので、言葉の意味をしっかり考えながら演じましたとアプローチ方法を語ると、王子様のような完璧なキャラクターに何かを参考にしたということではなく、あくまで自分の中でイメージして臨みましたと照れ笑いを浮かべていた。